お疲れ様です。サ近キューベッド結果報告です。本日は4ベッド。1万、125円のプラスです。今日は僕の本業がお休みでした。撮影も編集もゆったりできました。ランチは嫁を呼び出して、え、なんだ、蕎麦蕎麦、ランチでした。1万円ですね。5かー和室 <laughs> 食べるな <laughs>。 学生やん。<laughs> 学生やん。<laughs> 50歳とは思えない胃袋ですね、これね。<laughs> すげえ天ぷらの量やな、これ。すげえな。豪華ですね。すげーえ。鷲江さんって、なんか、胃袋、めちゃ、胃袋年齢若いっすよね。はい。終わりまーす。